あにゃーん、日本一カンドラ好きなモデルことカバチャンネルイメンだー、イエーイ。今日は何、皆さんは最新作何を見られてますか。今日僕がご紹介するのはこちら、最新作がえぐい、僕が今おすすめする韓国ドラマ6000、イエーイ。今ですね、韓国ドラマ群雄割拠と、言われている時代で、たくさんの今最新作の韓国ドラマが多々出ているんですけれども、結構迷われてる方いません？どうですか皆様、迷われてるでしょう。そんな方に、僕がちょっと厳選して、結構ほとんど僕はもう毎日4時間ぐらいね、本当最新作のものも含めてすごい手をつけているので、そんな中で感想をですね皆様にお伝えして、その中で僕が厳選した6000に絞らさせて、ご紹介させていただきますので、ぜひ最後まで見ていってください。それでは一つ目なんですけども、こちら、赤い単身ですね。最愛の敵オータル宿命という題なんですけれども、これが本当にえぐい、マジで。これね、今この僕の撮影段階で一応4話までしか出てなくて全部見てるんですけれども、本当に面白すぎてやばいんですよ。第2の赤い袖先と言われている政治ロマンスドラマになってます。イジュンさんとカンハンナさん、イジュンさんで言えば静かなる海だったりとか、プルガサリで出演をされているごく独特なね、俳優さんになってます。そして対するカンハンナさんに関しては、スタートアップだったりとか、キュービの狐と危険な同居だったりとか、レイだったりとか、純粋の時代とかも、数多くの、昔から、活躍されている女優さんになってます。もう個人的に僕カンハンナさんめちゃめちゃ好きで、超色っぽくてとにかく演技がうまい。そしてもう若い頃からの経験値がすごい高いんで、柔軟性のある演技ができるということで、本当に大好きな女優さんになってます。そのカンハンナさんが最新作、この赤い単身に出られているということで、話題を呼んでいる作品なんですけれども、イ・ジュンとこのカンハンナさんなんですけど、また正反対な、身分と身なりという感じな考え方なんですけども、この最初身分を隠して出会い、そこからこう王宮でばったり会っちゃうという、韓国ドラマあるあるの王道の本当にばったり劇みたいなものがあるんですけれども、ディズニープラスオンリーでしか見れない作品なんですけども、僕が今真っ先に一番おすすめしたいドラマになりますので、ぜひ見てみてください。それでは2つ目なんですけども、こちら、流れ星になりますね。これも U-NEXT 限定のドラマになってます。スタジオドラゴンが、お作りしているドラマということで、もうバリッバリの映像美が綺麗ですし、なんつる超王道のラブコメになってます。マジでキュンキュンするドラマの、感じになってますので、 YouTube でね、1話無料公開してますので、この1話見て面白いな、面白そうだな、見たいなと思えば U-NEXT に加入していただいて見ていただければなというふうに思います。主演がですね、イ・ソンギョンちゃんとキム・ヨンデさんの、美男美女の話になってます。このキム・ヨンデさんという方が、スターの役を演じられるんです。今要は俳優のトップ、トップスターを演じられて、イ・ソンギョンちゃんに関しては一般社員の役を演じられてます。そのお二人が相反するこう、全然職種もバラバラというか、こう立ち位置が違うお二人がですね出会って、そこで恋が始まる超王道のキュンキュン系のドラマになりますので、ちょっと青春のドラマとかにちょっと似てるんじゃないか、あれはヘアメイクさんのトップスターですけど、今回一般社員とトップスターということで、よくあるこう韓国ドラマの設定ではありますけれども、超キュンキュンする、ヒヨンちゃん本当に幅広い演技ができますので、ぜひ見てみてください。それでは3つ目なんですけども、こちら、明日になりますね。これちょっと前、4月ぐらいに来た作品なんですけれども、これ本当に漫画が原作になっているドラマで、 SF9 のロウン君、レンボで人気を得たロウン君とキムヒソンさんですよね、がタッグを組んでやられているドラマになるんですが、超王道の、ヒューマン系のドラマになってます。死神の役を演じられるんですけども、みんながこの死神の仕事というものが独特で、死のうと思っている自殺者を救うという、役になっているんですね。その自殺の数
値を測る機械、スマホで数値を測る機械がありまして、ネガティブ度っていうのがあるんですけども、そのネガティブ度が高い人を、救っていって、ネガティブを低くして、まあ、自殺を防いだりとか、そういう危険なあのことをしようと思ってる人に対を救おうというストーリーになってますので、これちょっと前は人がその助ける人が変わって、シナリオも変わっていきますので、1,2,3,4,5,6,7 っては続いてるわけではあるんですけれども、別にこう単発ずつ見ても見れるドラマなんじゃないかと思いますので、ぜひ見てみてください。それでは4つ目なんですけども、こちら、グリーンマザーズクラブ。これ僕今ネットフリックスでめっちゃめちゃハマってるドラマになってます。超王道の主婦のドロドロ系のヒューマンドラマになってます。もう主婦の本当に現実的にあるあるあるの韓国の学歴社会、そしてこの学歴社会と、身内ですよね、このコミュニティを再現しているドラマになってるんですけども、本当に子育てを頑張っている、主婦が、メインの4人5人ぐらいいるんですけども、4人5組ぐらいいるんですけども、それで子供をですね、進学校、勉強を必死にさせたりとか、成績を競い合ったりとか、友達の悪口を言い合う、こう主婦のね、陰口の、コミュニティだったりとか、そういうドロドロしたものだったりとか、熱いヒューマン系なものも、入っていたりとかですね、そしてなおかつサスペンスも意外に結構事件みたいなのも結構起こったりとかして、結構怖い面もあったりとかするんですけれども、本当にバランスのいい、これグリーンマザーズクラブ、現在撮影時点では Netflix 第1位を走ってますので、日本ではぜひ気になる人は見てみてください。それでは5つ目なんですけども、こちら、アンナラっていうドラマになります。これちっちゃんウクさんとファン・イニョプさんが主演のドラマになってます。やばいよこれが。この主演女優がですね、チョ・スンウェだったかな、そういう感じの女性なんですけど、これ怪物で出られてる女優さんになりまして、この怪物の時とはですね全然違う、高校生役を演じられるんですけれども、対するちっちゃいウクさんは都会男女の恋愛法以来の最新作、ファン・イニョプさんは女神降臨以来の最新作ということで、本当に超最高のキュンキュン系というかファンタジーのドラマになってますね。ミュージックサウンドドラマということで、ミュージカルなんですよね。だからグレイテスト・ショーマンと、ハウルの動く城を足してみて割ったようなドラマなんですけれども、もうこれ合ってるかわからないですが、僕的には主人公が一応ハウルを、イメージされて作ったというふうにですね、監督さんは言われてるんですよ。この監督さんがイテウォンクラスであっては雲が描いた月明かりとかをお作りした俳優さん、監督さんになってるので、本当に優れた、才能のある監督さんが演出をされて、そして対する演者がもうトップスターちっちゃんウクさんが、出てますので、もう超イケメンな魔術師役を演じられますので、ぜひ見てみてください。それでは最後に6つ目なんですけども、ガチャ、私たちのブルース。もうこれはもうキャストで見てください、もう半端ないです。イカゲームのイビョンホンさん、ミスターサンシャインイカゲームで出てるイビョンホンさん、本当に昔から韓国ドラマを、走ってきている俳優さんになってます。イビョンホンさん、シンミヤさん、これ海町のチャチャですよね。チャスンオンさん、ある日だったりとか、本当に有名な作品であるんですね。キムユビンさん、相続者たち、ハンジミンちゃんも出てるの、イジョンウンさんが出てます。もうやばいよ、本当もう見たキャストも見ただけでもうこの人たちをサブで使ってんですかみたいな、もうそんなレベルですよ。ありえないよこれ、多分制作費相当かかってんじゃない、キャストだけで。僕が韓国ドラマ本当数多く見ましたけれども、こんなに有名な人をメインどころばっかりを使ってるドラマの脚本は見たことございません。そして現世ではありえない、こんな有名な主演系の俳優を全員使ってるっていう、本当オールスター感謝祭ということで、本当感動の神様ネットフリックスありがとうっていう感じのドラマになってます。しかも舞台がチェジュ島を舞台にしてる超リアルな、島で暮らす人々のライフスタイルドラマになってるので、王道のロマンスドラマになってますので、ぜひ見てみてください。以上、6000最新作がエグい韓国ドラマをご紹介させていただきましたけど、いかがだったでしょうか。まだ僕もお勧めしたいドラマありますけれども、今出てる中ではまずこの6個を先に見ていただきたいなと僕は思います。
ぜひあのディズニープラス、ユーネクスト、ネットリックスでご紹介させていただきましたけども、どれかにヒットしていただいたり、どれかに加入してみていただけると僕は嬉しいなっていうふうに思います。行動が良かったらチャンネル登録、いいね、高評価よろしくお願いします。バイバーイ。 BTS のモアスト誰かな。